真田ダカは、1950年頃から2000年までの、約50年間、三河湾に世湾海南救助隊隊長として、ボランティアによる、海南救助活動を続けた人物である。海を粉よく、愛し、晩年、海人一万島暗黒を名乗り、人助けをしたいと、様々な社会活動に尽力した。1950年頃、三河湾を舞台に、 海南救助活動を開始した。当時は、ライフセーバーのように泳いで歴来者や漂流者の救助を行ったが、昭和30年代初めには、ガマゴリ協定場から、ベニヤ板製のボートの払い下げを受けて、移行時費で9隻もの救助艇を乗り継ぎ、救助効率の向上と活動の拡大に努めた。1976年より2000年まで、 社団法人日本水難救済会に入会、釜マ救難所長に就任した。出動件数は160件以上となっているが、届け出のないもの、死体の収容出動を含めると300件以上となる。さらに、活動を始めた1950年以降、救難所長就任までの海難救助実績を、加えると、六百件を超える実績を上げている。これらの他にも、 社会に対する貢献度は極めて大きいとして警察、市長など関係機関から多数の表彰を受けている。サナダの活動は50年以上にわたって続けられたためいくつかの逸話が残されている。1976年7月8日、NHK で救助艇チャラボコ号出動という30分のドキュメント番組が放映された。また、 同年6月24日には、東愛知新聞においても、出番だ。チャラボコ号という記事が載っている。いずれも、三河は伊勢湾海南救助隊の活動を報じている、ものであるが、救助艇チャラボコ号の名前が、タイトルになっている。この風変わりな名前は、地元蒲郡市の町おこしにつながることを願って、慈悲で制作レコーディングした、新京都音楽。 茶肌かんボツずミという太鼓の曲から、サナダ自身がつけたものである。この名前は、船が変わっても継承された。またこの茶肌かんボツずミは、よろずや金之助主演の TV ドラマやぶれが逆たな船、ね、悪人狩り深海の聖女で題材に使われ、サナダもゲスト出演している。サナダは企業アイデアマンとしても知られており、こうできたら良いな。 という思いの実現をプロデュースできる人物であったようで、その実力は様々な業界が認めており、多くの相談を受けていた。日本水難救済会資料、ありがとうございます。